チャンネル。わです。お元気ですか。なほこチャンネル316曲目、今日はリクエストの中から奥田富美男さんのイージューライダーをお届けしました、懐かしい曲が数日続いているんですが、当時から私もこの曲好きで、去年自転車を買って、移動をよく自転車でしてるんですけど、自転車にぴったりな一曲だなと思って、さあこう漕ぎながら口ずさみたい一曲だなと思いました。あと最近作業をしながらラジオを聴いていて思ったんですけど、こう知らない曲でも流れて声が聞こえた時に、あの人だって分かる声の人ってすごいなと思って、その時に聴いてって流れたのは奥田民生さんじゃなかったんですけど、
奥田民生さんも絶対きっと私わかると思うので、それってすごいすごいことだなと思う。多分その人の中にも浸透してるし、声が、声のなんか成分っていうか声が浸透してるからこそだなと思うし、なんかそれってすごいなと思って、ずっとなんかその日一日そのことを考えていました。今日は奥田民生さんのイージューライダーでした。明日は、ジャニーズさん久しぶりにお届けしたいと思うんですが、リクエストいただいた曲で、グループで活動されているんですがソロで、その曲は歌っているという一曲です。それではまた明日。宮崎奈穂子、ツイッターとブログをやっています。よかったら遊びに来てください。そして YouTube チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。